ガクトさんの格付けはガチだと思いますか？要はガクトさんもそうなんですけど、そのガクトさんとして、なんか芸能人格付けみたいな番組で、なんかそのセンスがあっていろんなものの識別感があるよねみたいなところがあって、そので役者とかもやっちゃったり、やっぱ才能があって優秀だよねガクトさんってなるんですけど、僕が東京に着いた日にその衣装合わせをしたんですけど、ガクトさんがなんか来れるのが成田の最終便で来ることになって、11時20分に来て、で、そっから、衣装合わせで2時間ぐらいかかったらしいんですよね。で、僕の衣装合わせ、多分20分もかかってないんですよ。言われた通り服着るだけで、別に何でもいいっすっていうので、すぐ終わったんですけど、で、ガクトさんって、アーティストなんですよ。もともとそのマリス・ミゼルっていう、まあ、ビジュアル系のバンドをやっていて、その音楽をやってる人だし、で、そこの、いや、そのマリス・ミゼルというビジュアル系の中で、自分をどう見せるかっていう立ち振る舞いも含めてやってる人なので、なのでその演技もやっぱり自分自身をどう見せるかっていうところを考えて動く人なんですよ。じゃあ、織田信長の役をやりますと。ただ相手はひろゆきですってなると、それは本気で演技した方がいいのか、チャラい感じで面白くした方がいいのか、それともそのなんか方向性があるからそれに合わせた方がいいのかみたいなのを監督とすごい話をして詰めるらしいんですよ。っていうのでなんか2時間ぐらいかかったって話を聞いて、やっぱガクトさんすげえなーって思って、当日の撮影時に僕は朝早めに行って、7時ぐらいに行ったのかな。で、茨城県にあるスタジオで立って、撮って、昼ぐらいに僕のターンが終わって、で、竹中直人さんいらっしゃったんですよ。竹中直人さんは、世間的には、その性格俳優的な、なんか面白コメディ俳優のイメージ強いと思うんですよね。四股踏んじゃったっていう元木さんが主演で、大学の相撲部の映画があって、で、その時にちょっと面白キャラだったりとかで、割とその、性格俳優面白キャラ役者という感じで見えてると思うんですけど、めっちゃ背高くて、スタイル良くて、声低いんで、普通にかっこいいんですよ。竹中直人さん、実は声低いじゃないですか。だからお笑い系のイメージなんですけど、背も高くて、で、別に太ってるわけでもないので、なので、普通に立ち振る舞いしてると、あ、この人、こりゃモテるわっていうのが伝わってくるんですよね。身長ね、僕より高いかな。あれ僕より高かった気がするな。多分60近いと思うんですけど、結構その身長も高くて、喋るその声が低くて響くので、喋ってる内容がそう雑談でも聞き心地がいいんですよ。まあもともと演劇やってる方なので、喋り方の声の出し方とかっていうのも、やっぱりその低い響くような声でこう喋ってくれるので、だから僕の方が高かったです。すいません。僕がね、173だか4だかぐらいで、なんで170ぐらいかな ?168 ってなってる。あ、そうなんだ。なので、竹中さんは、あ、これはモテるわっていうのが、すごいわかりやすい。急なスケジュールに一応入れてくださって、あんなこう、しょうもない、まあ、CM 的なやつに出ていただいたっていうのがあるので、なので、すごい人のいい。で、雑談とかでもちゃんと笑いを取りに来る。いや、この人、そりゃ好かれるわ、うまくいくわっていう。テレビのタレントさんとかで、うまくいってる人って、基本みんないい人なんですよね。大体嫌なやつだとどっかで排除されてしまうんですよ。だから多分僕はそのうち排除されると思うんですけど。なので、大体ね、やっぱそのテレビでとかで長くその業界に居続けてる人は気が利くしていい人が多いんですよ。だからジャニーズがなんそのジャニーズのタレントさんがなんでそんなにいろんなとこ出るかっていうと、ジャニーズのタレントさんって現場で何らかしらやらかして悪口言われるってほぼないんですよね。大体みんな現場でジャニーズのタレントさん会った人って、あの人たち本当いい人で気が利いて礼儀正しいとかってなるんですよ。っていうのがあるので、なのでやっぱり昔からいる人はまともだなっていうふうに思いました。はい。なのでタレントの人は気をつけてください。前にまあニコニコ生放送時代とかにも、そのネットの番組なのでタレントさんとか呼ぶと、まあ、所詮ネット番組でしょっていう感じだったんですよ。まあ、今だとその YouTube の番組とかでも、まあ、アベマみたいなテレビ局制作で結構ちゃんとやってたんですけど、僕がそのニコニコやってた頃の、もう10年前とかになると、あ、所詮ネット番組ねっていうので、出てくれる人も、やっぱりちょっと、その、態度悪いんですよ。スタッフに対してとか、そのなんか、その演者とかに対しても、まあ、別にこんなん出てもしょうがねえし、みたいなのが、やっぱ伝わってくるんですよね。そういうタイプの人は、やっぱり10年経つといなくなります。当時、ネット番組にちょこちょこ出ていた、見栄えがいい系の女性の方っていうのは、今残ってる人、あんまいないんですよ。ああ、確かに昔ああいう人いたよね、っていう。
8年前ぐらいかな、 FF14 のスクエアエニックスがやってるファイナルファンタジーの番組でなんかいろいろアイドル呼んでみようぜみたいな企画があって、でその時に全然ファイナルファンタジー14わかんないのにめちゃめちゃ面白くて頑張る女の子がいたんですよ。小池さんっていう子で、でその小池さんその当時別に誰も知らないアイドルで、ただなんか滑りまくってるけど頑張ってるけどお前でもゲーム知らねえじゃんみたいな突っ込まれをしてて、で面白いよねっていうのでやってたんですけど、で今小池さん普通にテレビよく出てるらしいんですよね。小池栄子じゃないです、あのね、アイドルで小池さんっていう人でね、な小池なんだっけね、なんだっけ小池なんとかっていう人でね、あの若い子で栄子じゃないんだけど忘れちゃった、ラーメン大好きじゃないっす。小池アイドルで検索されてるかな。たまにあのなんかテレビ、あ、小池美優さん。小池美優。小池のね、美しい匂し。小池美優さん。なんで、あの、なんか、今だと普通にもう、あの、テレビで、なんかウィキペディアとかでも、すげえな、出演テレビで100個ぐらい超えてると思うんですけど、今29歳の人で、あの、ダウンタウンの番組とかいっぱい出てるんですけど、その当時で、今のね、出演履歴の中にね、インターネット放送とかで、ゲスト出演、FF14、1周年、14年間生放送、2014年8月23日っていうのがつけた、これです。これ2014年の時に、あの、その出ていただいて、で、その時も、その、尖ったことを言うし、おかしなことを言って滑ってるんだけど、カメラが回ってないところでも、現場とかでもすごい頑張ってる感伝わったら、ゆり子じゃねえよ。っていうのがあって、なので、あ、この子面白いなーっていうので、その後普通に売れてるみたいです。はい。すいません、あの、知らない人には誰それって話だと思うんですけど。なので、やっぱりあの、なんかその当時でもちゃんとこの子は面白いなっていう子は伸びるっていうのが分かったっていう、すごくどうでもいい話でした。すいません。番組を作る以上やらせって必要枠だと思うんですが、飲みますか。ノンフィクションみたいなドキュメンタリーですとか、そのテラサウスもリアルタイムショーですみたいな、要はやらせをしてませんって言っといてやらせをやってるのが問題なんですよ。番組である以上、やっぱりある程度その視聴率を稼ぐためには、それなりに面白い場面作らなきゃいけないとか、その盛り上がりを作らなきゃいけないっていうのがあるので、どんなバカでも、ある程度演出は発生しちゃうんですよ。例えばじゃあドキュメンタリー撮ります、テレビ流しますって言ったら、プロデューサーの OK を取って、こういうプロジェクトですっていうので、ある程度その見込みがあって OK もらってるのに、全然違う話になったら困るじゃないですか。じゃあそのリアルタイムショーとかでも、なんかじゃあ男女の恋愛を見せますって言ってるのに、誰一人恋愛が起きません、だってみんな装飾だもんって言ったら番組成立しないじゃないですか。なので働いてる人はなんとかうまくいく方向で動いちゃうんですよ、人間って。で、これって別に悪意とかじゃなくて、こういう風なものを作ろうと思ってるから、ちょっとでもそっちの方向になるように努力しようって人は努力してしまうんですよ。本当にダメ野郎だけが集まってたら何の努力もしないで、何も発生しない、何も面白くないリアリティショーになるかもしれないですけど、それだってやっぱり視聴率取れない可能性高いじゃないですか。僕が昔関わってたニコニコ動画っていうサイトで、あの、焚き火をひたすら映すって本当にしょうもない企画があったんですよね。あれ今でも結構見られるんですけど、そう、焚き火映すだけで何もしないっすって、バカじゃないとできないんですよ。だって人って努力したくなるじゃないですか。最近のニコ動だと、なんかその焚き火に何かを入れるみたいな選択肢とか出てきちゃうんですよ。なんかね、ちょっとね、人はね、何か努力をして良くしたいって思っちゃうんですよ。でも別にそういうのいいから、焚き火見たいだけだからっていうやる気のないやつが見たいわけ、その見てる側ね。なので、その頑張んなくていいですよっていうのを、そのやる気のある人に伝えるの難しいんですよ。なので、やっぱり演出ってまともな人がいるとどっかに発生しちゃうんだと思うんですよね。ジャニーズもスポンサー企業外してますが、なぜメディアはジャニーズ忖度するのでしょうか。例えば24時間テレビ、 M ステと芸能人闇深ですよね。なぜテレビはジャニーズだけで忖度をしないといけないんでしょうか。ひろゆきさんの意見はどんなにいけないでしょうか。ひろゆきさん、芸能人だけでやっぱり言えないことがあるんでしょうか。あの、事実かどうかの確証が得られないので断言できないっていうのがあって、ジャニーさんがやっぱり現場を見てるわけではないので、確証があるかっていうとないんですよ。ただ事務所も認めたから、これは事実だよねって言い方をしています。そういう意味でいくと、そのテレビ局も確証があるかっていうと結構厳しいっていうのもあるんですよね。で、あと、俺はこう思うっていうのを一社員がやったとしても、じゃあこの社員がやってる番組にはジャニーズを出さないだったらまだいいんですけど、この社員がそんなこと言ってるから、テレビ朝日には一切ジャニーズタレント出さねえよって言われると、じゃあこの社員もうクビにしますっていう感じになっちゃうので、社員として一人だとジャニーズ上に対して戦えないっていうのもあると思います。維新の横山市長と吉村知事が万博 PR において関ジャニなどの起用を続けるという声明をしました。ひろゆきさん、どう思いますか。個人的には事務所の印象が悪すぎるので、起用は一旦ストップした方がいいのかなと思います。維新はそこそこ支持してますが、この対応ねえわって感じます。いやー、結局だからな、多分日本でしか暮らしてない人たちなんだと思うんですよね。
あの万博 PR、 要はその万博ってあの海外の国がそのパビリオンを作るじゃないですか。で海外の国がパビリオンを作るときに PR をしている会社がその未成年に対する性的暴行をしたという事務所です。で払ったお金はそこの事務所 の、 あの株主で、性的暴行が起きた当時に取締りをやっていた人が社長をやっている会社ですってなったら、いやそれまずいでしょって多分海外はなるんですよ。海外からクレーム入れたらどうすんのっていうのが多分分かってないんだと思うんですよね。半年前の日本の論理だと、まあジャニーズっていろいろ言われてるけど、BBC でも流されてるけど、まあまあなんとかなるんじゃない、ほっとけば今まで通りの日本でいけるんじゃないってなったけど、実際問題としてはさすがにまずいよねっていうので、そのまあ外資系だったりとか、あの日本の会社でもそのサントリーだったりとかアサヒだったりとかっていうの、まあモスバーガーとかだったりも、いやいやこれもうちょっとジャニーズ使えませんよっていうので状況変わってきたんですよ。っていう状況が変わってきたっていうことがまだ分かってないっていう人たちが決めてるってことなんじゃないかなと思います。前に動画で出してあのその切り抜きもあると思うんですけど、多分ジャニーズのタレントが冠の番組というのは次のクールから10月のクールからもう新規では作られなくなると思いますよ。その既存のやつはそれなりに続けられるんですけど、じゃあ新しいの冠番組作りましたっていう時にスポンサーがいやいやいやうちの CM こんな番組で流せないでしょってなると CM つかないじゃないですか。で別にじゃあジャニーズのタレントのが冠じゃなくても別に他の冠番組の案はいっぱいあるわけで、まあ、もちろんそのジャニーズのこの人がいいよねっていうのは社内的にあるかもしれないけど、でも別に吉本の芸人でもいいじゃんってなっちゃうんですよ。なのでそういう感じでそのジャニーズの冠番組っていうのがなって、でそのうちじゃあジャニーズのメインで出演してる番組にうちの CM 出すなよっていうクライアントも出る可能性があるので、なのでなかなか難しいんじゃないかなっていうのを切り抜きで言ってるのを探せばあると思うんですけど、そんな感じです。